レフトへ運んだ、強い打球伸びるぞ、阿部の打球がスタンドまで入りました。阿部俊樹移籍後初ホームランがここで貴重なツーラン。増田直也この回ホームラン2本がいずれもツーランという4失点、ツーアウトから痛恨の4点です。移籍後初ホームランが阿部に飛び出しました。7対3、イーグルスあっという間にリードを広げました。ここでの2ホーマー、火がついたらね、まあ、止まらない打線というかね、こうやってまだ出てなかった人に出るっていうのがいかにもその流れですよね。そうですね、最近のイーグルスの勢い。阿部ちゃんが勝てる。